です、たいちゃんです。本編に入る前に今年最後の動画になるのでご挨拶させてください。今年1年動画見てくださりありがとうございました。休止したりして心配をかけた部分もありますが、来年も動画を続けられるように頑張るので来年もよろしくお願いします。この動画の説明に移るのですが、かわいいちゃんがポンコツすぎて説明が何もできていなかったので手の声として外資さんにお願いしています。外資さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の締めくくりなので気合入れて作ってだいぶ面白い動画になったと思うので最後まで見ていただけると嬉しいです。本編へどうぞ。挨拶の順番、かわいいちゃん、ナーティン、チョッパー、キムコさん、キャプテン、リアンくんで。もう一回言って。かわいいちゃん、ナーナちゃん、チョッパー、キムコ、リアン、キャプテン。あ、俺最後ね、はい、え、俺最後じゃないの？何、自分だけ特別みたいな。ちょっと待って、ね、さっき俺最後、1回目が俺が最後だった。俺特別だろみたいな、やめてよ。いや、ちょっと、自分変わってるって。俺になったんだよ。OKOKOK、 了解。じゃあ皆さんね、今回英語の動画なんで英語で挨拶してください。 Hello My name is カイちゃん、 Nice to meet you。 Hello I'm idol ナナ。 チョパン、 Let's make it a goハロー、ツッカイス、リアンです。オープンカー、マナステ。この豪華な6人組でやっていくんですけど、今日やる企画は、英語伝言ゲーム、イエーイ。え？行こう。ルール説明します。ダメ司会者カーイちゃんのために代わりに説明します。英語伝言ゲームとは、英文を伝えていき、最初に伝えた英文と最後に聞いた英文が一致しているか競うゲームです。ディスコードの回答する部屋と回答待ちの控え室を2つ用意しております。キメコさんが英文のお題を出してくれるので、次に出てくる人がキメコさんから英文を聞きます。お題を伝え終わったら控え室から次の人に来てもらいます。今度はカーイちゃんが次の人にお題を伝えます。こうして最後までキメコさんが言った英文をキープできたら合格です。まずはキメコさんとカーイちゃんでやるので、撮影2に移ってください。皆さん、はい、というわけで、きなこさん、ありがとうね。はい、その企画なのに考えてきてくれて。全然。ちょっと長いけど大丈夫かな。ああ、大丈夫だと思う。うん、もう行っちゃって、行っちゃう。行きましょう、もう。え、こうやって何回も行っていいの？え、伝言ゲームって何？え、何回も行ってもいいの？うん。Can I have your phone number? 伝言するのは、Can I have your phone number? 電話番号を教えていただけませんか？という日常英会話、皆さんは聞き取れますか？ Can I have your phone number? can I have your phone number? Can I have floor number? Your phone number. Your phone number. Your phone number. Can I have floor number? まあ、いけるでしょ。いける？かえちゃん、これさ、ちょっと翻訳言っていい？あなたのフロアナンバー教えてください。何それ。控え室の様子を見てみましょう。この動画伸びないと思うよ。はじめまして。はじめまして。キャプテン翔太と、皆さんもほぼはじめまして。はじめまして。どっちの方が好き？キャプテンとナ。いや、気まずい、その質問。一人が死ぬ。余計選びづらくなってるじゃないですか、それ。いや、どっちも好きですよ、やっぱり。あれ、チョッパーは即答でリアン。うちもリアンさんって言おうと思ってたわ。危ねえ。入ってんじゃない。寝番なし。ネイティブに喋っちゃうと失われるものがあるから。はい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 。あえて君たちのレベルに合わせるよ、僕たちが。めっちゃ上からやん。こんにちは。こんにちは。いくよ。しっかり聞き取ってる。え、そういうことね。カイちゃんが言うのね。そう。Can I have floor number? え、じゃあ、もう一回。え、Can I have floor number? ちょっと本気でやってる。本気でやってる。Can I have your floor number? Can I have your floor number? キ
なんだ、えマジでわかんない。でも絶対わかる自信しかなかったのに。 Can I have phone number? はぁ、はぁ、マジでこう言ってるもん。大将の耳にはこう聞こえる。 Can I have your pineapple? あ、パイナップルを持ってます。違う、そんなこと言ってないけど。パイナップル持ってます。言ってない女子会できますこの3人で。うちだって本当は中身は、あ、内緒にしてるやつですかこれ。じゃあ、まあ、全然公言してる。あ、公言してた。じゃあ女子会しますか。恋バナですか、やっぱ女子会。いや、やってやってやって聞きたい。でも出会いがないから逆にちょっと聞きたいんですけど、私の方から。出会いがないの？出会いないですよ。街歩いてればいいじゃん。ナンパ待ちですか。ナンパ待ち、ま、嫌だなそれ。いつも何をしてるの？あの、主に大学行ってから放課後活動って感じです。大学行ってだったもん。全然出会いあるじゃん、楽しそう。いや、あるんですけど、そのえ、聞いてくださいよ。なんか実況者さんとやっぱ関わる機会があるから、もう面白い人たちとしか話したことがないからこそ、大学行ったらもうつまんない男にしか見えないんですよ。ナナちゃんの水準上がっちゃったんだ。解決方法ないんですか？教授、教授、教授。じゃあ、チョッパー行くよ。一回しか言わないからね。Can I have your pineapple? 違うっぽい。ゆうこさん、違うっぽい雰囲気だし。いやー、ほら、自信満々で言ってんのが可愛いな。Can I have your pineapple? Can I have your pineapple? Can I have a pineapple? いや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 。いやいやいや。やっと二人きりになったね。待ってたんですか、この二人きりの瞬間。やっと二人きりだ。マジか。ちょっとなんて言い、ちょっと初対面すぎて、ちょっとなるべく来ないでほしいなって思ってたんですけど。そうだよね。ギリ NG なんじゃないかと思ってたもん。え、いや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 、なんか関わる機会が今までなかったじゃないですか。なさすぎたね。長くない？なさすぎなの。うし。たまに聞きます、カイちゃんからお話を。え、あいつ何言ってんの？キャプテンはーってなんか。言ってそう。ナナちゃんと話すことあるんだ。よかった。いや、よかったです。このまま一生関わらずに死ぬかと思いました。ちょっと仲いいんじゃね、俺。あ、仲いいと思います。はい、あ、じゃあ行きますよ。はい、Can I have pineapple? 聞くこととかダメなの？これ一回切り。いや全然いいよ、何回でも。ちょ、もう一回お願いします。 Can I have pineapple? おった Can I have pineapple? これっぽいなみたいな、これっぽいなみたいな。これっぽいのもおかしいんだよ。寄せたとしても、Can I have a pineapple だから。Can I have は合ってるんだよ。Can I have a まで言ってるから、Can I have なんだよね。Can I have a。アンカー、ナーナちゃんへ。もう英文が全く違いますが、うまく翻訳できるのでしょうか。Can I have a pineapple? おお、はい。Can I have a pineapple? パイナップル持ってますか？え、キメトさんです。答え合わせどうぞ。はい、答え合わせですね。ディリリ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 。Can I have your phone number? あ？え、間違えちゃう。あ？あ？食べたね。これもうね、カイちゃんで崩れたわ絶対。え、もう一回言って。Can I have your phone number? え、カワイちゃんはリアに何つった？リア、カワイちゃんなんつってきた？ナンバーみたいな。いや、ナンバー絶対言ってない。言ってる、言ってる。ナンバー言ってたら分かるもん。この前パイナップル食べたからそれかなって。アホの考え方やな。はい、ということで1問目不正解。むずっ。順番だよこれ。かわいい。順番変えよ。順番変えよ。順番変えます。はい、この順番です。ということで、キメコさんはチョッパーに教えてあげてください。ここで本当は姫子さんがチョッパーに英文を伝える映像が流れるのですが、うまく撮れていなくてありません。姫子さんが伝言したのは Do you like Fortnite? 分かった人も多いと思いますが、フォートナイトは好きですか？姫子さんが見かねて中学生英語にしましたね。何の話してたのさっき。いやー、結構ディープな話。ディープな話してたの。え、仲良くなったキャプテンとナナティン。微妙いな。まだなんだ。でもナナティンとご飯行こうって話したから。カイちゃんも一緒に。カイちゃんも一緒に。早かった。カイちゃんも一緒に。みんなでね、やっぱみんなで行きましょう。別に俺だって二人きりがいいわけないでしょ。Do you like Fortnite? オッケーオッケー。いける、いける、いける、いける。Do you
like Fortnite? Do you like? わかんないでしょ? Do you like Fortnite? Full name? Do you like full name? ちょっと待って! やばい、不安すぎる! もう一回! Do you like Fortnite? あー、いけ!来た!行きます、はい! はい、行きます! Okay. Do you like Fortnite? アンカーかいちゃん、中学生英文ですができるのでしょうか。こんにちは。いくよ。Do you like Fortnite? 伝えようとして伝えようとしてほしい、ちゃんと。いやいや、めちゃくちゃ簡単やから。Do you like Fortnite? さすがに。かわいいじゃん。マジか。もう一回 Do you like Fortnite? Do you like なんなん、あなたはなんが好きですか。何これ。Do you like Fortnite? Do you like Fortnite? Fortnite? あ、わかった。あなたはフォートナイトが好きですか。すごい、やったー。これは俺が頑張ったよ、チョッパーから。あ、これでラストですね。この順番です。キャプテンからリアに俺聞くん。これはですね、交互じゃないじゃんと思うかもしれないんですけど、アホ3人を集めてみたらどうなるのかなという。アホ2人かな、多分。アホ3人。アホ3人集めてみたら最終的にどうなるのかなと思いまして、この順番になりました。はいはいはい。鬼滅と2人きり。アホ嬉しい。待って、ちょっと待って、英文考えてなかった。ちょっと待って、何がいいかな。最後だからちょっと長めでもいいんじゃないですか。あ、いいかな。どうしよう。どんとこい。あ、これでも簡単かな。なんか最後の2人が英語喋れる人だからワンチャンなんか簡単かもしれないけど、いきますね。Did it hurt when you fell from heaven? Did it hurt when you fell from heaven? 天国から落ちた時は痛かったですか。海外で女性を口説くユニークな英文です。女性が天から舞い降りたエンジェル的なものに例えています。アホ3人は伝わるのでしょうか。 Did it hurt when you fell from heaven? ちょっと待って、これ時間かかるぞ。待って、やばい。 Did it hurt when you fell from heaven? Did it have for... なんかっていう感じですよね、多分。 Did it hurt when you fell from heaven? OK、行ってきます。トツカ大丈夫か。行ってきます。 Did it hurt when even for you? Did it hurt when even for you? リルリル? リルリルハブイットフォーユー。じゃあラストね、ラスト。Did it hurt when even for you? でももうちょっと長かった気がするんだけどな、ちょっとわかんないわ。リルリルハブイットフォーユー。OK、やってくるわ。Do you have, ブラックシークレット。ブラックヒストリーって言うかと思った。ダークシークレット。ダークシークレット。ブラックヒストリーはね、別の意味があるんだよ。リアン家に行くたんびに必ずゴミ箱はめっちゃ中見る。俺のダークシークレットじゃない。黒歴史じゃなくてさ、内緒にしてることじゃない、それ。ダークシークレットってそういうことじゃないの。ダークシークレット、黒歴史って何だろう。あ、黒歴史よ。黒歴史。中学生の時。リルリル。え、ねえ、もう一回言って。難しい。リュルルルって言った、今。呼ばれされてる。リルリルハッツイッツオユー。リルリルハッピージャージュー。あーって、ゆるるるって言わないで。英語でリルリルルル外して、かいちゃん。頭から外して。外して。リルリルハッツイッツフォーユー。ドゥルルルにしかない。カイちゃん頑張ろう、このまま。いや、分かった、このままキャプテンに行ったら伝わるかもしれないけど。ワンチャン解読してくれるかもしれない、キャプテンが。そうじゃあもう一回だけ言って。ドゥルルルルって言うつもり。例えばキメコさんがこれ言われたら通じるの。いや無理かな。ちょもう一回だけ言って。ドゥルルルルハッツイッツフォーユハハ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 ハ
have for you。 あ ちょっと魔法かけないお前もう一回魔法かけて、もう一回お願いします。グルルルハプトゥユーホーユー、頑張れ、ストレストレ、もう一回、カイちゃん、もう一回、カイちゃんの耳で聞いたやつを言うよ。そのままでいい、そのままでいいよ。グルルルハプトゥユーホーユー、グルルルハプトゥユー。英語にできたらかっこいいよ、キャプテン。やっぱドゥルルル引っかかってんだもう一回、もう一回、ドゥルルルルから、ドゥルルルハプトゥユー。もはや原型ないんだけどアンカーリアン君へ、ドゥルルルが一体どんな英文になったのでしょうか。 Do you have to go to the bathroom too? うん、伝わったよ。 Do you have to go to the bathroom too? 君もトイレに行かないといけないの？そんな意味やった君もトイレに行きたいのって言うよ。スレションする前に、合ってるでしょ。合ってるぜ、キャプテン。Do you have to go to the bathroom too? って、oh yeah、 一緒に行くんだ。キメコさん、正解お願いします。はい、正解は、Did it hurt when you fell from heaven? 天から落ちてきた時、痛かった。だって君、天使だろ。Did it hurt when you fell from heaven? はい、ということで、言いませんでした。めちゃくちゃやったな、最後の。かわいちゃんはトイレに行きたいわけでもない。かわいちゃんのやばかったよ、リア。かわいちゃんに言って。かわいちゃんに言って。本当にデルルルって聞こえたの。言って、リアに言って、俺に言ったように。え、チャッパーで聞いていいですか？どっからトイレが出てきた？チャッパーの聞いて。デルルルハッ。やっぱみんな魔法かけてるよねじゃあ最後に一番英語ができなかった人言ってください。ちょっとで考えた。一番最初がなんだっけ、何百円どうなんだかで言ってくれたのかちゃん。でも結構原型残ってたんだ。で次がなんだっけ、Do you like what? あ、そうだ、これも結構原型残ってたよ。だからあの7ちゃんですね